皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、完全に価格がおかしい超激安の MP3 プレイヤーを見つけましたので、皆様にご紹介していきたいと思います。いや、最近モジュール紹介多くなってますけど、今日もまた Amazon でとんでもないモジュールを発見してしまいました。それがこちらのモジュール、 MP3 デコーダーモジュールというものですね。これ要は MP3 プレイヤーのことです。まさかこんなものまでモジュール化されているとは思いませんでした。しかもこいつまた値段が信じられないぐらい安いです。3個で799円、なんと1個266円です。いや、これ機能化すると価格おかしいと思います。安すぎですよね、常識的に考えて。何はともあれ、とりあえず即買いしてみました。今回はこいつの詳しい使い方、一体どんな機能があるのか調査を行ってみましたので、皆様にご紹介していきたいと思います。私これまでこの手のモジュール結構調査しているんですけど、これまで見つからなかったのはこの MP3 デコーダーという名前が分かりにくかったからですね。 MP3 デコーダーって聞き慣れないですけど、要は MP3 プレイヤーのことです。最もポピュラーな音楽ファイルである MP3 ファイルを再生することができるんですね。 MP3 ファイルというのはもともと圧縮されているので、音声ファイルに戻すことをデコードというわけです。だからデコーダーというんですね。それでは今日もまた外観からご紹介していきたいと思います。こちらのモジュール、もちろん基板剥き出しです。大きさは十分コンパクトだと思います。サイズは横幅が 46mm、 縦幅が約 35mm、 厚みは約 14mm あります。なお、こちらマイクロ SD カードのスロットがあるんですが、このスロットとこちらの USB コネクタは基板から少しはみ出しています。まあ、このモジュールの場合基板がむき出しですので、使う場合は何らかのケースに入れて使いたいところですね。そしてメインの IC がこちらの16ピンのやつですね。これは何らかのマイコンと思われます。毎度のことながら印字が削られていて型番は不明です。そしてこちらの8ピンの IC がオーディオ用のオペアンプですね。印字は OPA1612 と書いてありました。その他には小さな抵抗やらコンデンサやらついてますけど、全体的な部品構成としてはかなりシンプルですね。 MP3 プレイヤーってこの程度で成り立つんでしょうか。そしてこちら接続ポイントはかなり多いです。まずこちら、ここにマイクロ USB のコネクタがあります。これは電源用で USB の 5V が使えますし、ここに配線接続用のスルーホールもありますね。 USB コネクタがありますので、 USB のアダプターを使えば簡単に使えますね。なお、一応電源電圧は 3.7V から 5.5V まで使えるようです。直接電池で駆動することも可能ですね。なお、先ほども少しお話ししましたが、こちらにマイクロ SD カードのスロットがありまして、ここにマイクロ SD カードを挿すことによって、ここから MP3 ファイルを読み込むことになります。またこちらには USB の Type A のコネクタがあります。ここにはなんと USB メモリが接続可能です。マイクロ SD カードまたは USB メモリ、どちらからでも読み込めますね。マイクロ SD カードはまだしも、 USB メモリって最近あまり使わないですけど、昔使っていたものが結構大量に残っていたりするので、そういったものが再利用できるので、個人的には結構ありがたいです。MP3 ファイルなんて容量少ないので、大昔使っていたやつでも十分使えそうですよね。そしてこちら側のこの部分に、ヘッドホンやイヤホンを接続するためのジャックもあります。そしてここの青い端子がスピーカー接続用の端子ですね。こちらカタログを見ると3ワットまでのスピーカーが接続できるようです。遠く離れていても聞くことができるスピーカーまで接続できるのは本当にすごいと思います。個人的にはここまで聞いただけであまりのコスパに驚愕してしまいます。
本当にこれで聴けるんでしょうか。とりあえず適当な音楽を入れたマイクロ SD カードと USB メモリーを用意してみました。まずは SD カードを挿してみます。イヤホンやヘッドホンですと皆様に聞こえないので適当なスピーカーも接続してみます。8オームの 0.5 ワットですね。これ締めにくくてほんと嫌いですね。最近は慣れてきてようやくできるようになってきましたけどね。電源は USB で行いたいと思います。こちらで電力も測れるようにしておきます。それでは電源を入れてみます。いや、何度もすいません。これ、すごすぎませんか？コスパに感動してます。さて、こちら、操作ボタンは4つです。ちょっと逆さで見にくくて申し訳ないんですけど、プレビューとボリュームマイナス、ネクストボリュームプラス、P、モード、リピートの4つです。プレビュー、ボリュームマイナスは、単発で押すと、前の曲。長押しすると音量が減ります。ネクストは、単発で押すと次の曲。長押しするとボリュームプラスです。P モードは単発で押すとオンオフ。そして長押しするとモード切り替え。マイクロ SD カードか USB メモリを切り替えられます。ちょっと USB メモリ接続してみます。USB メモリですね。長押ししてみます。もう一度やります。最後のリピートボタンは単発で単曲リピートか全曲リピートか選べます。インジケーターの点滅スピードが変わりますね。これは長押しはないです。慣れたら操作は非常に簡単ですね。単純ですけど、十分すぎます。ちなみに、マイクロ SD カードと USB メモリー、両方挿していると、曲の切り替わりで順番に入れ替わっていきます。またこちらのプレビューネクストボタンでも入れ替わることができますね。なお途中でコネクタを取り外したり、電源を切ったとしても、もう一度繋いだ時は曲の途中からちゃんと再生されます。これも何気にすごいですね。メモリ機能があるみたいです。
ちゃんと途中からになってますね。電源の入り切りでは SD カードの方が優先されるみたいです。曲の途中は途中ですね。ちなみに音質の方はこちらモノラルとなっていまして、そこまで音質は期待できないと思います。まあもちろん接続するスピーカーによっても違うと思いますけどね。私この辺全然詳しくないので、ちょっとよくわかりませんけど、個人的には全然問題なく聞けるレベルです。いかがだったでしょうか。今日は超格安で買える激安の MP3 プレイヤーについてご紹介しました。いや、この音楽流しながらやるスタイル初めてやりましたけど、編集がほとんどできないのでいつもと違って少し聞き取りにくかったかもしれません。何卒ご容赦ください。いや、カットすると音楽が切れちゃうんですよね。あと皆さんにお聞かせできないので恐縮なんですけど、こちらのイヤホンジャックに接続すると、こちらの出力が優先されます。スピーカーからは音が出なくなりますね。そしてこのイヤホンジャックを使うと、こちらはステレオで再生されますから、かなりいい音で聞けますね。これ1個200円台とめちゃくちゃ安いですから、いわゆる普通の MP3 プレイヤーとして使うだけじゃなくて、以前私がこちらの動画でご紹介したような、録音モジュールとして使えますね。あのモジュールの場合、モジュール単体で録音までできましたけど、まあ別に録音は普通にパソコンとかでやって、カードに音声データを入れて、こちらに入れれば問題ないですからね。センサーに連動させて、こちらのモジュールの電源を入れれば完璧ですね。また、めちゃくちゃ安いことを利用して、数の暴力というか、いろいろな場所にこのモジュールを設置して、いろんな場所で簡単に音楽を聴けるようにしたりするのも面白そうですね。今回3個を入手しましたから、これだけでは少し使いにくいので、とりあえず 3D プリンターでケースを作りたいと思います。いや、返す返すもこれ1個200円台は正直破格だと思います。安いし便利でいろいろ使えそうなので、私もう3個買おうかなと思います。かなりおすすめできるモジュールですね。今回の動画がもし参考になったよという方は、ぜひ高評価の方お願いいたします。また、私のチャンネルでは、いろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回。さよなら。